神宮寺雄太と平野紫を初めての自殺理官に満ちかにショット公開、ファンからの注目を浴びる。日本の人気アイドルグループナ、no. ンバーアの神宮寺雄太が自身のインスタグラムでメンバーの平野市用との最新の字取りショットを公開し、ファンの間で話題となっています。これらの写真はそのギャップや初めての自殺理官に溢れ、多くのファンから熱い反響を呼んでいます。 神宮寺ゆ太たと平野氏、よう、初めての自殺罹患神宮寺ゆ太たは2023年5月5日にインスタグラムを更新し、自身と平野氏用との2ショット写真を公開しました。これらの写真は、彼らの最新の旅行の思い出をキャプチャーしたもので、特に、初めての自殺罹患が際立っていることから、多くの注目を浴びています。 神宮寺ユータは旅行先であるシンガポールでの楽しいひとときを報告しています。彼は2日にシンガポールにしようと行ってきましたとの投稿でファンとその旅行について共有しました。また神宮寺は久しぶりの海外楽しかったので写真載せていくねと述べ多くの写真を投稿しました。 神宮寺の投稿には、シンガポールの夜景を背景にした二人の2ショット写真や、現地の植物園を訪れた様子を収めた写真が含まれています。特に、サングラスをかけた彼らが爽やかな笑顔を浮かべる写真は、ファンからの関心を引きました。また、神宮寺は、計6枚の写真を公開し、 その中で6枚目の写真は平野市洋がシャッターを切ったと思われる自撮りショットでした。この写真に対し、神宮寺は泣き笑いの顔絵文字を添えて、最後の写真がなんか好きなのよ、とコメントしました。しかし、この写真では彼らの目線が合っておらず、表情が作り切れていないため、初めての自殺罹患という新たな経験を共有していたのです。 ファンからの反応これらの写真はファンから多くの反響を読んでいます。特にそのギャップや初めての自殺理観についてのコメントが多く寄せられました。ファンからの一部のコメントをご紹介します。爆池写真とのギャップすごい、小確かに初めて感は否めない楽しそう自然体で可愛い私もなんか、好きフューチすぎる同じ顔してる仲良しさが伝わる。 これらのコメントからもわかるように、神宮寺ゆ太と平野紫耀の自撮りショットは、ファンにとって新鮮で楽しいものとなり、その仲良しさやその姿に多くの愛情が寄せられています。ナンバー I の神宮寺ゆ太と平野紫耀が、自身のインスタグラムで公開した、初めての自殺罹患にあふれた2ショット写真がファンから注目を浴びました。 これらの写真はシンガポール旅行の思い出を捉え、彼らの仲良しさやその姿を見せています。ファンからは、そのギャップや新鮮な一面に対する熱い反響が寄せられ、神宮寺勇太と平野紫耀のファンは彼らの活動や日常を共に楽しんでいます。このようなアーティストの SNS 活動は、ファンとのつながりを深める大きな役割を果たしており、 今後も彼らの魅力的な写真やエピソードが期待されています。